湖の形に似ていることと、琵琶が奏でる音色が湖水のさざ波と似ていることが名前の由来となったと言われています。広い琵琶湖には人工島の矢橋紀半島を除くと自然の島が4つあります。大きさの順に沖島、竹生島、竹島、そして沖の白石の3つです。神を厳島、竹生島、周囲およそ2キロ、面積およそ 0.15 平方キロメートル、琵琶湖で2番目に大きな島です。千葉全域が琵琶湖国定公園特別保護地区にあたり、国の史跡名勝に指定されています。全島はほぼ木々の緑で覆われ、湖面に映る島影も新緑竹生島の鎮影と呼び、琵琶湖八景の一つになっています。竹生島には西国30
皆様。